北沢タウンホールは東京都世田谷区北沢にある多目的ホール。正式名称は北沢区民会館。立地条件の良さと比較的格安な会場使用料のため年間の稼働率が95%となっており日本一忙しいホールのあだ名が付けられた。雑席数は最大294名。演劇、演芸、演奏会、展示会、格闘技など あらゆるイベントに対応できる。また、集会室、スカイサロンも備えている。世田谷サービス公社が指定管理者となっている。また、1階には、小田急式バスの折り返し所が設置されている。PWC がこの会場を使用して、以降、立地条件や使用量の安さから、かつては、インディ系のプロレス団体が頻繁に工業を。 行っていたが、一部の団体のマナーの悪さが原因で、一時はプロレスの興業が締め出されたことがあったが、現在は緩和されている。ただし、競争倍率が激しいことと、他に興業が行える小規模な会場が増えたため、現在はプロレスの興業は減少している。なお、2012年にはプロレスリングノアが初めて使用した。 プロレス工業が締め出されてからはシュートをはじめとする総合格闘技やキックボクシングの工業が多く開かれるようになった。プロボクシングでは日本ボクシングコミッションが女子を公認する前に存在した日本女子ボクシング協会の事務局が資金にあったことから JWBC が管轄する大半の工業が開かれており、また JBC が公認する工業にも使用されたことがある。 ありがとうございます。